どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。戻ってきました。南信州に、どこから戻ってきたかというと東京渋谷からです。昨日は皆さんが告知させていただいてたように、渋谷のタワーレコードさんでですね、ガズの新しい本ソングブック6、はい、この本の発売記念無料、インストアライブイベントが行われたんです。はい、ちょっとね、写真でちょっとここに貼っとこうと思うんですけども、たくさんの方にねウクレレ持って来ていただきましてですね、まさにめくるめく時間を一緒に過ごさせていただいて、共有させていただきました。ほんでね、イベント開催させてもらった場所がですね、アナログレコード売り場だったんですよ、これが。アナログレコード、いわば、つまり、本当のレコード版ですよね。それをこう、でっかい、こう、ジャケットでこう、みんな探してる中で、その、店舗の一角でですね、イベントをやったんですけど、なんかね、僕が最近見てる、アメリカの YouTube チャンネルなんですけど、それでね、その、本屋さんとかレコードさんとか、レコード店さんとかカフェとか、そういう、なんか普通の店内でですね、ライブをやるっていう YouTube の映像が結構今ね、あちこちで見ることができて、なんかまさにその動画を撮ってるような気分になっちゃうぐらいいい感じでした。で、向こうの方ではみんな普通にレコードを選んでる方がカズレレのその話聞いたりさ、みんなで大接種してるところを、あんな、ことが起こってんだなみたいな感じで興味深そうにこう見ていただきながらも、そんな中でもみんなでワイワイやったぞということなんですけどね、やっぱりね、リアルイベントはねもう楽しいですよ。ガズレレのイベントはね特にですね、もう参加型になってますから、一般的なね、ライブとかイベントっていうのはね、来る方ってみんなこうね、ああ、素晴らしかったっつってこうやって拍手もらって、いいものいただいたって感じですけども、ガズレレのイベントもみんなでワイワイもう、発信型の、アウトプット合戦みたいなところありますからね。まあそんな感じで、まあタワーレコードお越しいただいた方、皆さんどうもありがとうございました。最高だったね。はい。で、このイベントはですね、まだまだ続きます。はい、これ、ね、いつも見てもいただいてる通りに、次はね、8月24日、長野県上田のタワーレコード、次が9月の8日、大阪八尾のタワーレコードさんで開催です。こっちも誰でも参加できる無料で、申し込みも一切なく、ウクレレ持って集まってほしい、そんなイベントになってます。まあなんだけどこう今映ってるね、上田と八尾のタワーレコードさんでこの本をゲットしてくださった方は、この本にサインしますよというサイン会参加券、写真も一緒に撮ろうねと、あとは前の方の優先エリアにね、入れるよというランダム抽選券というのをゲットできるみたいで、はい、ぜひこれまだゲットしてない方はね、この2つのタワーレコードさんでお願いします。まあ今これアマゾンで、販売がスタートになってたんですけど、なんともう登場してすぐベストセラー第1位獲得してます。いやー、これは嬉しいことです。このね、本の感想をですね、アマゾンのレビューとかにどんどん書いてください。それがですね、まだこの本面白いからで私にできるかなみたいな人にすごく手助けになってくれるね、レビューって結構そういう効果があるんでね、ぜひ皆さん笑顔増やし活動にご協力をいただければというふうに思います。で、今日はね、そのありがとねという動画と、またタワーレコードに来てねっていう動画だけじゃなくてですね、ちょっと今日ね、お役立ち動画をちょっと撮ろうと思います。コード、歌詞を覚えるアンプってあるじゃないですか、歌を覚えるアンプ。その時にですね、なかなか覚えられないわ、私という方たくさんいらっしゃいます。歌詞は覚えてるけど、コードがもう覚えられない。このパターンと、コードはなんとなく覚えたんだけど、歌詞が覚えられないっていう二つのパターンがあると思うんですけど、これはね、いつも言ってるように、覚えようと思うとき、アンプしようと思うときの第一の秘訣はですね、覚えるぞ、私はって決意することです。だからこう、覚えようと思った曲ね、こうやって楽譜見ながらやるじゃないですか。これ、見ていたら永遠に覚えられませんからね。だから、覚えようと思った曲は、一行目だけこう覚えて、閉じる。閉じて、やってみる。で、あれわかんなくなっちゃったっていう時に開いて、まあもう一回見るっていうことなんですけど、今回はね、そのさらにもう一個ステップ、上げてですね、コードが、歌詞は歌はよく知ってるけれどね、そういう方、自分が好きな曲ってさ、歌は覚えてるけど、コードがわかんない方の方が圧倒的じゃない？だって歌は知ってんだもん。大好きな曲なんだから、みんなアンプしたい曲はね。で、そういう時のね、いいね、レッスン方法があります。それはですね、こういうことです。今ね、踊るポンポコリンでそれをガズが再現するんで聞いておいてください。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。C 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 A マイナー F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  G seven C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  A マイナー F F F で G seven で、歌詞をですねコードにするんですよ。これでコードが覚えられます。ガズレレオリジナルソング、このタワーレコードのイベントでもね、やりますかね、このガズレレソングでやってみると C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  G seven
感じです。いいでしょ、これ。で、これでコードの感覚を結構わかります。でね、あともう一個めちゃ、今のいいでしょ。これやってみたらね、もうめちゃくちゃ脳トレになるから。で、次のステップがあります。次のステップは何かというとですね、皆さん、お仕事行くとき、学校に行くとき、お出かけするとき、買い物行くとき、こう、歩いてますね。その時に、例えば踊るポンポコリンだったら、シー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 して、こう、楽器なしでやるんです。その時に何するかったら、手も、左手のコードも動かしてください。シーシーシー、見ててここ。シー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 、A マイナー、F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 、G、7。シー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 、A マイナー、これ楽器なくてもできるんですね。これガズさんね、しょっちゅうやってます。これが楽器を持つより、イマジネーションが働いて効くんですよ。なので、僕ね、ガズさんはね、まあこう見えてかなりね、アンプしてる曲多いんですけど、なんか、普段、例えば、どっか お出かけしてる時とか、まあ車の運転してる時、車の運転の時に左手の指は、まああれだけど、コードと、歌詞を頭に描きながらやる。楽器持ってない時の方が結構覚えられる可能性高いですよ。しかもですね、人生生きていればですね、ウクレレ持っている時間よりも圧倒的にウクレレ持ってない時間の方が長いわけですからですね、皆さん、これはいい情報でしょう。これね、アンプをしたい人、これね、ぜひやってほしい。昨日やったこの渋谷のタワーレコード、この盛り上がったイベントでもちょっとアンプについてね、面白いことやったんですよ。ちょっとこれ昨日すごい渋谷のタワーレコードさんでね、めちゃくちゃ面白かったから、この後のね、長野と大阪のこのタワーレコードでもですね、ちょっと渋谷でやったことをね、どんどんまた深めてやっていこうかと思うんですけど、アンプ、曲を丸々覚えちゃってやるっていうのはめちゃくちゃ最高ですからね。景色見ながら、空見ながら、大空見ながら、大好きな人を見ながら、自分の居心地がいい自分の部屋を眺めながら、こう自分で音楽をやる。だから、こういう顔で表現できるわけじゃないですか。なんかまあ、それがやっぱりね、ガズさんのいろいろガズファーストテイクとか見てもらうと、やっぱ表情豊かに、もう遠くを見つめながらとか、本当感情豊かにやりたいわけじゃないですか。その時に楽譜見ていたらですね、やっぱりちょっとこれ半減しちゃう。やっぱね、一曲アンプできるとすごくいいんで、ぜひやってもらいたいんですけど、今日はその一歩、進めた方法を紹介したんですけど、一応整理しますよ。まず、楽譜を閉じろ。これが第一ね。で、まあ、その前にもう一方。私はこの曲を覚えるって決意をする。はい。それがファーストステップ。その次は楽譜を閉じる。一行目を覚えて、よし、できた、覚えたぞ、つってパタッと閉じて、忘れちゃったらなんだっけ、つって開いて、昔の英語の単語帳みたいなやつ、あんな感じですよ。で、それを繰り返していって、ある程度覚えてきて、もうやっぱり歌は知ってるけどっていう場合が多いから、その時は歌詞をコードにする。シー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 エマイナー、例えばルージュの伝言だったらシー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 エマイナーみたいな感じでございます。これが結構効く。そういう感じでこうだん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 頭のこう構成を変えていってですね、はい、その次はトータルで歌いながら、街歩きながら歌いながら指コード、左手でコードを押さえていく。何でもかんでもみんな踊れを踊っているよと、あの人のままに会うために、このこれですよ。 C、A マイナー、F、G7、E マイナー、7、E7、はい、皆さんできるでしょう。このエアーコードです。エアーコード素晴らしいです。いやー、今日はね、やってみて、これなかなか効果あると思うよ。はい、そんなようなもうかなりの今日はお役立ち動画になっております。いやー、こういうことですよね。ガズレレが素晴らしいのは、こういう実体験に基づいたこのアドバイスを皆さんにできるというところがすごいかなというふうに思ってるんですけど。はい。そんな感じでございます。で、今回、来週まだこの続きますけどね、そのタワーレコードのイベントは。その時も今、課題曲を一応設定してるんですけど、言っとくとですね、青い珊瑚礁と翼の折れたエンジェルのなんかサビあたりをちょっと覚えておくといいかなと。今のところアドバイスしておきましょう。そんなのもあるんですけどね。まあもちろんさっき言ったガズレレソングももちろん課題曲書いてます。このイベントについての詳細ね、概要欄に貼っとくんで、もう一度確認していただいて、まだ間に合いますからね、申し込みもいらないし、もういきなり来ていただくだけで大丈夫なんで、今から面白そう行ってみようと思った方、来てください。待ってますよ。はい。遠方の方も結構来てくださって、昨日もですね、ガズさんも遠方から行きますんで、はい。みんなが集まって、夏のね、まだまだ暑いですから、夏もうもりもりですよ。はい。ウクレレで楽しんでいければいいなというふうに思います。はい。そんな感じで今日はですね、イベント報告プラス、アンプにまつわるめちゃくちゃ便利な話
お届けいたしました。ちょっとこの話めちゃくちゃいい話なんで、ちょっと永久保存版で撮っといてね、たまに思い出してみてくださいね。はい、一曲覚えちゃったらね、もうどこに行ったって楽譜いらないんだよ。ウクレレ一本持ってって河原に行こうが海に行こうが、もう海見ながら見れるわけだから、目指しましょう。はい、よろしくお願いします。はい、この本も合わせてよろしくお願いします。はい、それじゃあそんな感じで楽しく音楽していこう。バイバイ。